はい、どうもボーリング TV のヒデとナルです。今回はですね、はい、あのニューボールの全マスターですね、はい、じゃん。こちらのボールとその全マスターの前作全を投球してお互いに対決したいなと思います、はい、真剣勝負なんで皆さん応援お願いします。頑張ります。それではどうぞ。それではいきます。ウェインコンディションがちょっと早いので、はい、ナイス。本当にね、全マスターこれさっき開けたばっかりなんですよ。さあ、行きます。なんかね、ソリッドなんですけど結構進む感じがある。パールからソリッドになって、まあ、前作よりは全マスター奥のキレというよりは手前側の動きがはっきりしたボールに仕上がっていると思います。あー、惜しい。しっかり曲がるタイプなんで。オッケー。よし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 。いい感じ。僕はね、前を投げてるんで、ちょっとゆっくり投げたいと思います。いけ。おー、叩いた。オッケー。よし、行けるところまで行きましょう。せっかくなんで行けるところまで行きたいな。ローカーの方は僕を参考にしてもらって、曲がる方はナルトプロを参考にしてもらって、はい、ちょっとね、回転の軸おかしかったですね。今のはちょっとカットでナルトプロのいつもの軸と比べてちょっとすっぽ抜けた感じですね。今親指が縦に抜けました。あ、やばいんじゃん。怖っ、さあ、いけ。やっぱり全マスターよりだいぶ走りますね。そうですね、全マスターに比べたらだいぶ走りますね。あ、しゃあ、厳しい戦いですね。もうちょっとさっきみたいな NG は出したくない。オッケー。おー、しっかり投げたらいいな。しっかり止まってくれます。さあ、ちょっとなんか飛ばそう。あれや
ラバー曲がらんかった。あそこ曲がらないんですね。ちょっとゆっくり投げないと危ないなって今思いました。はい、さあしっかりスクエア取りましょう。むずいな。お、いけ。あー惜しい。これは僕ちょっと有利になりましたね。しっかりと回さないと怖いな今の見てたら。ちょっとねビビっちゃったな。8枚よりちょっと外から棒ぐらいのところがちょっと甘い感じですね。よし、OK、ちょっと僕もさっきまでのラインと比べてちょっと大きくライン変えてみましょう。めっちゃ儲けた。あ、厳しいですね。泥仕合になってますね。OK、いや、ほんと泥仕合になってますよ。完全に泥仕合になってますね。こんなはずじゃなかったんですけど。こんなはずじゃなかった。こっちは音が甘いんですね。ちょっとあれやな、ちょっと甘いな。なんか軸がちょっとおかしいですね。だいたいまあ5から8に当たったらちょっと動きが甘いので、ちょっと速度調節が必要ですよね。この泥試合を制するのは誰でしょうか。3点めっちゃ曲げる。うわ、えぐい、えぐい。もちろんこれで大丈夫なはず。さっきみたいなラインなんですけど、まあ、開くときは若干ね速度落として。オッケー、これでいけた。よっしゃ、オッケー。ちょっとナルトプロも速度落としましたね。さあ、おー、来た。これで面白くなりましたね。よし、これでちょっと指もあったんで完璧。しっかりと投げましょう。さあ、ここ止まっててほしいんですよね。 OK、いった。全然わからんなった。ちょっとギリギリ投げすぎですね。もうちょっとあと2枚ぐらい寄ってもいけそう。そうですね、ゆっくり投げた場合はもうちょっと中の方がいいですね。しっかりとやりましょう。よし、これめっちゃ勝負どころなんで、ちょっとやめて。うわ、オッケー。あ、でもこれでめっちゃおもろなりましたね。お互い全部いったら一品差という。もう僕はちょっと使いましたよ。もう行きますよ。さあ、OK、 いか。あ、これ
これめっちゃいい勝負。またシーズントライアル思い出す。ちょっと今の欲しかったマジで。マジか、またシーズントライアル思い出す。オッケーナイス。ナイスカバー。さあ。ここで止まってくれた、でかい。これはでかい。うわ。なんで。まあだから機械が許してくれてないですよ。ほんまですね。機械が許してくれてません。これででも、そうそう。またシーズントライアル。ついさっきは同じことですよ。ここ一品差ですね、本当に。お、これでも面白くなりましたね。最後の一投勝負になりたいですね。最後ね、しっかりストライク出しましょう。めっちゃ久しぶりちゃう、ゆきちゃん、ボウリング場。あ、和田プロ、ここで。ここで。ちょっと大事なところやから。これで、あー、オッケーです。よし。さあ。あー、出してもうた。おお。ほんまに今日。もういいって。じゃあ僕最後ストライクじゃないですか。よし、これしっかりカバーしないと。でもね、シーズントライアルのあのテンフネルテンピンはマジで緊張した。オッケー、よし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 。9本で同点ですね。そうです、9本で同点なんで、まあ僕分析でいくとほぼ9本になる確率は 60% ぐらいです。そうですね、それはない。あ、いい感じで投げた。おお、これサドンです。サドン、あ、ストライク、これ見れた方が負けですね。そうですね。同点なんで。サドンですね、行きましょう。ちょっと僕は、先ほどの投球ラインよりさらに内側に寄って投げたいと思います。えい。うわー、マジ？いや、もう僕も行きますよ。行くしかねえな。よっしゃ、行きますよ。これは OK いった。あよしよしよし。続いてますね。やめて。おっしゃ。これはでかい。くそ。これは9本でいいって考えたらでかいですね。お願いします。よしよしよし、9本は倒せるでしょ、さすがに。8本で。いやいやいや。どうや。お、うわー、よし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 、なんでまた危ない。よし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 、えぐいって。やめてこれもう僕投げんでもさすがに6本は勝ちでしょ。うわ
よし、ここで6本やったらもうこの動画終わんないですよ。終わらせてくれ。よし、最後ストライクで決めましょう。外見せへんかな。お、出たんちゃう外。およし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 。はい、まあサドンデスの結果、ナルトプロの。そうですね、僕の勝利です。シーズントライアルをちょっと思い出します。いや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 、また1ヶ月寝れない日々が続くと思うとちょっと憂鬱ですが。それ言うのやめてください。すいません、すいません。はい、まあでもなんとか勝利することができました。そうですね、ゼンマスターのイメージはどうですか。そうですね、ソリッドなんですけど本当に噛みすぎないというか、噛みながらも進んでくれるんで、すごいラインが取りやすいんですよね。なんで扱いやすい感じが。そうですね、はい、僕もゼンマスターとゼン2つ投げてるんですけど、ゼンマスターの方が前作より手前でしっかりこうソリッドな分反応するので、はい、奥の綺麗っていうよりはどちらかといったら扱いやすくこう曲がってくるの で、ね、安心して止まってくれる感じはありますね。そうですね、また皆さん僕らの意見参考にしてもらって、はい、いい感じで参考にしてもらって。ただいまメンテナンス中です。そういうことです。はい、動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。またね。